はい、皆さんこんにちは、津屋館内市の横山と申します。今回は、津屋館内の実務ということで、津屋館内の実務の、講義の旅程管理についてお話をしたいと思います。以前お話ししましたように、観光庁のテキストによりますと、旅程管理というのは、競技と講義の2種類があるということですね。で今回やるのは講義ということで、広い意味での旅程管理ということになります。で、難しくね、講義の旅程管理と言ってますけども、簡単に言うとですね、気の利いた、ガイドになりましょうというお話ですよね。つまりそのただ単にですね、地理や歴史について語るだけではなくですね、お客さんがですね、相手にするときには、そのプラスアルファでですね、そのお客さんがそのスムーズにね、旅行できるように、気の利いたことをね、やりましょうということでね、ちょっと具体的に見ていきたいんですが、先ほど申し上げたように2つの旅程管理がありますよと。で1つ目がですね、競技ということで、旅行業法等に規定された旅程管理主任者の行う旅程管理ということでね、旅行業法にね、規定されている旅程管理っていうのがあるんですが、それに基づいてですね、行うような旅程管理をね、競技の旅程管理というと。で今回お話しするのは講義の旅程管理ということなんですが、津屋館内市法に規定する津屋館内を行うにあたって、交通機関、宿泊施設等の調整や訪日外国人旅行者の来日のサポート等で広い意味での旅程管理であると、法定業務以外に任意的なサービスを含むということで、本来的な業務ではないんですけども、実務の上ではですね、やっぱりそういったその何て言いますか、プラスアルファのですね、サービスが必要になってくるわけですね。そういう意味でですね、例えばその、交通機関宿泊施設との調整とかですね、訪日外国人の来日中のサポート等ってことですよね。そういう語る、その文化等について語る以外にもね、やっぱり気の利いたガイドになりましょうと、実務上は必要ですよということになりますね。ですから法定業務以外に任意的なサービスを含むということですね。もちろんその内容はね、人によっては変わってくるとは思うんですが、そういう任意的なね、要するにその法定されてないね、任意的なサービスを含むということになります。でまずじゃあ手配旅行から見ていきたいんですが手配旅行というのはまずね、そもそも何だったのかなというところなんですけども、手配旅行というのは旅行者からの依頼で、旅行業者が航空券や新幹線の乗車券や特急券、あるいはホテルや旅館、民宿、全国津屋館内市などの手配を行う旅行形態ということね。非常にこうシンプルなね、作業というかね、仕事ですけども、いわゆるその手配ですよね。その交通機関や宿泊施設をね、手配することをね、手配旅行と呼んでるわけですね。で手配旅行の場合はですね、旅行業者には手配を完成したり旅程管理を行ったりする法律上、約款上の義務はないということで、要はその手配を作業すればいいわけですから、実際に手配が完了したのを確認したりとか、あとその旅程管理も必要ないですよね。旅程管理っていうのは企画旅行でね、必要になってきますけども、いわゆるツアーではないですから、いわゆるその切符を売ったりとかするだけですから、旅程管理する必要もないわけですね。ですから、その法律上約款上の義務はないんですけども、しかしですね、訪日外国人がお客さんの場合は実質的な対応を求められるということですね。この実質的な対応っていうのは、要するに講義のいわゆるその旅程管理ということで、要するに気を利かせてね、その手配を完成させたりですね、あとは旅程管理をですね、ちょっとやってあげたりとかっていうような実質的なサービスが必要になってくるということですね。次2番、旅行サービス手配業者からの依頼ということでね、旅行サービス手配業者っていうのは、いわゆるランドオペレーターとかツアーオペレーター、ランドオペレーターっていうのが一般的ですが、そこから依頼される場合があるわけですね。ランドオペレーターさんっていうのは旅行会社とは違って、B2B、つまりその海外の旅行会社から依頼を受けて、会社から依頼を受けて、手配等を行ってるね、会社のことをね、その旅行サービス手配業者っていうんですけども、そこからガイドが依頼される場合なんですね。
外国の旅行会社等が航空宿泊観光施設、全国通訳案内士等の手配等を日本で活動する旅行サービス手配業者に委託するケースが多いということですね。まあ、これはアウトバウンドもインバウンドもそうなんですけども、大体そういった現地の会社を使う場合が多いわけですね。この場合、日本の旅行業法における企画旅行、手配旅行のいずれかにあたるかは必ずしも明らかでないと。つまり外国に参加者を募集する場合は日本の法律ではなく外国の法律が適用されるからであるということですね。例えばアメリカでそのパッケージ旅行で、ね、日本旅行 その日本 そのパッケージをアメリカで募集した場合ね、基本的には募集している国でその募集している国の法律が適用されますから、日本の旅行業法はね、基本的には適用されないんですね。ですから、その日本の旅行業法における、ね、企画旅行、手配旅行のいずれかにあたるかはちょっと分かる、なんて言いますか、確定しにくいわけですね。ですが、このような場合ね、全国通訳案内士は抗議の予定管理に対応する必要があるということで、まあ、その理屈はともあれですね、実際アメリカ、その海外からその外国人来られてですね、実際そのガイドするときは、仮にそれがその旅行サービス手配業者、つまりランドオペレーターからその仕事を依頼を受けたとしてもですね、実務上はですね、やっぱりそういったホスピタリティに基づいた、その、なんて言いますか、気の利いたね、対応が求められるということですね。アクティビティですね。宿泊や運送サービスの手配を伴わず、旅行の行程がウォーキングツアーや茶道、料理等の体験に限定される場合と。こういうのアクティビティって言いますよね。例えば茶道、今ありましたね、茶道、華道とかですね、あとはその侍体験とかですね、何でしょう、忍者体験とか、剣道をやったりとかですね、お寿司作ったりとか、まあ、そういうの非常に増えてますよね。エクスペリエンスをね、こう日本でこうせっかくですからジャパニーズはこうエクスペリエンスをしたいということで、まあ、そういったアクティビティは増えてるんですが、その、まあ、いわゆるその旅行業法上はですね、そのアクティビティだけをその手配するときは旅行業法は関係ないんですけども、その場合手配業者は旅行業登録が不要であると、それに伴ってその全国通訳案内士の協議の予定管理も不要であると、まあ、そもそも旅行業法は関係してこないですから、そのね、アクティビティの場合関係してこないので、不要なんですけれども、実際日本の事情に精通してない訪日外国人が団体で交渉をする場合等は抗議の予定管理が必要ということでね、まあ、実務上はたとえアクティビティであったとしてもですね、やっぱりその気を使ってあげる必要があるということですね。次、個人旅行ね、 FIT ということで、宿泊しているホテルや旅館のスタッフの紹介により個人の旅行で日本を訪れる訪日外国人から通訳案内業務を依頼されることがあるということですね。まあ、比較的そのランクの高いというかね、高級なホテルはこういった案件が結構たくさんありまして、まあ少ない場合1人とかね、まあ多くても家族5、6人とかという形で FIT というね、まあ、富裕層がそのガイドを雇うわけですよね。で、その場合ですね、そのホテルとかからガイドにね、まあ、依頼が行くわけなので旅行会社を介さないと、ですから虚偽の旅程管理を求められることはないということですね。で FIT ですからもう本当にお客さんの言う通りにやるので、いわゆるツアーではありませんから、仮にお客さんがそのある場所でもうそこだけでいいって言ったらそこだけでいいわけで、まあ、つまりそのお客さん次第なんですよね。まあ、そういったの、そういった仕事はあるんですけども、その場合もですね、全国通訳案内士は抗議の予定管理業務が発生するということでね、まあまあ、これは分かりやすいと思うんですけどね、要はそのただ単にね、その地理歴史を語るだけではなくね、お客さんがその、スムーズにね、その移動できたりとかするように、まあ、その、まあ、レストランを確認したりとかですね、まあ、そういう業務が発生するということですね。でこのようにですね、今お話ししてきたように抗議の予定管理が求められる理由としては一応4つあると言われてますね。1つ目がその土地の地理や事情に明るい人に誘導してもらうことで安心して楽しめると、2つ目が不慣れな土地で効率よく行動し限られた時間を最大限に活用できるということですね。まあ、1番目はいいですよね。まあその、まあ、まさにガイドを雇う、ね、その目的の一つだと思うんですけどね、
特にさ初めて行く土地っていうのはこう右も左もわからないということですから、ある程度信用できるですねライセンスを持ったガイド等に、まあ、案内してもらえば、まあ、仮にそれね、フィーがちょっと高かったとしてもやっぱりちょっと安心できますよね。で2番目の不慣れな土地で効率よく行動しっていうのもね、これもねよくあるんですよね。特にですね、ビジネスで来られてて、土日だけちょっと旅行したいとってなるときに、もうその1日か2日しかないと、でフライトも決まってるんで、その間にですねやっぱり効率よく回ると、やっぱりねこうすごくこう何て言いますか、お得感ありますよね。で例えば一人で自分で回ったとしても、例えばこうなんていうんですかね、移動がこう非常にこう効率悪かったりとか、あまりこう有名じゃないとこ行っちゃったりとかね、まあ、しちゃったりしますよね、一人でもある場合ね。でもガイドがいればですね、まあ、その効率よくね、自分の好みなところにこうピンポイントでね連れてってくれたりしますから、まあこれもね、ガイドを雇うその理由の一つにはなりますよね。3番、自分の興味に合わせた説明や必要となる情報が得られること、これもいいですね。非常にこう最近はですね、お客様も多様化しているので、その非常にスペシフィックなね、その趣味を持たれた方が多いと、で目的もそれにねこう限定された方が多いので、まあ、極端な話するとね、その神社仏閣は全く興味ないと、もう本当にその例えばジャパニーズ の, そのモダンカルチャーしか興味ないとかね、まあそういった人もいるぐらいですから、なんて言いますかね、そのそういった場合にガイドさんがね、その気を利かせて、その人の趣味嗜好に合わせたね、ところに連れていけば、まあ、お客さんも喜びますし、非常に効率的ですよね。4番、全国通訳案内所を含め現地との人との交流コミュニケーションができることということでね、まあこれもね、まあ、日本人がそのガイドしてるっていうね、そのまあ意義の一つだと思うんですけども、いわゆるそのローカルな人にその、まあ、語ってもらうっていうことですから、まあ、現地の人とねこう交流ができるわけですよね。で、まあ、ガイドに限らず、例えばその、その訪問先のですね、例えばそのお坊さんとか、まあ、何でもいいんですけどね、その例えば佐渡の先生とか、まあ、そういったその、なんていうんですかね、こうジャパニーズカルチャーの人にこう語ってもらうっていうのもそうですし、まあ、なんかこうアクティビティに参加することによってね、その日本人とこう触れ合ったりできますよね。まあ、そういったことでですね、まあ、現地のローカルの人とこうコミュニケーションができると、でそれが非常にこう、ね、いい経験になるということですね。まあ、1から4がですね、講義の旅程管理が求められる理由というふうにまあ挙げられているんですけどね、まあ、裏返して言うと、まあ、その人間であるですね、通訳案内士をまあ雇う理由の、ねでもあるかと思いますね。はい、ということでですね、今回は、通訳案内士の実務の、講義の、予定管理についてお話をしました。